にちは、グッドテイスト TV のひろとです。本日もレビュー動画やっていこうと思います。今回なかなか珍しく見たことなかった方も多い製品なんじゃないでしょうかね。はい、こちらジオのヘアグリースハード9番です。お値段が 80ml で、メーカー希望小売価格が税込み1760円となっております。でこれもですね、結構前からリクエストというかおすすめでこれいいですよってコメントをいただいていて、だいぶ時間経ってからのレビューになってしまいましたね。すいません、お待たせいたしました。でまずこのジオっていうのがこのチャンネル意外と初登場なんですけど、ルベルっていうサロン向けメーカーさんっていうんですかね、から出てる男性向けのラインナップになりますね。よく美容院とか理容院にね、このジオ置いてあるの見かけますよね。まあジオはどの製品も安定の高品質って感じですかね。使いやすくて説得力も確かなものが多いなという印象ですかね。そんなジオから出てるグリース2種類あるんですけど、今回のこのハード9番はですね、説得力が強い方のスタイリング剤になりますね。グリースっていう名前ではあるんですけど、かなりねトロッとしたテクスチャーでね、まあジェルってほどではないですけど、まあグリースってほどグリースでもないっていうね、かなり面白い製品だと思いますね。もちろんこちら説得力は確かなんですけど、この伸びの良さとかをね考えると、ちょっとこう髪の毛長めの方とかパーマスタイルの方が使っても面白いかなと思います。はい、そんな感じで今回はジオのヘアグリースハード9番、こちらを詳しくレビューしていこうと思います。チャンネル登録まだの方は登録ボタンポチしていただいてから、よかったら最後までご視聴ください。はい、まずパッケージから見ていきたいと思います。かなり特徴的な容器になってますね。素材はプラスチックで、メインのカラーは紫色になってるっていうね。ジオのスタイリングシリーズは他にもワックスとかジェルとかいろいろあるんですけど、まあ大体ブラックとかホワイト基調のシックな男らしいデザインになってるんですが、グリースシリーズだけこんな感じでですね、女性でも使いやすいようなデザインみたいになってますね。はい、好感と信頼の持てるもっといい男に、下の方にはコクのあるツヤ感とハードな説得力が綺麗なまとまりをタイトに決めると書いてありますね。はい、蓋の部分はこんな感じです。ジオヘアグリースハードルベルオールユアオンとありますね。はい、そしてこんな感じで蓋が開きます。中身はかなりとろみが強いんで、傾けるとこぼれ落ちてきますね。そして容器の部分、こちら押すって書いてあるんですけど、ここを押して持ち上げるとですね、このピンクの容器だけがパカッと取れるようになってるんですね。これかなり面白いですよね。ここがこうやって分解できると、こういう時に便利でいいですよねってレビューしようと思ったんですが、特に何も思い浮かばず、何かこのいい使い方、有効な使い方を思い浮かんだ方はぜひコメントください。そしてテクスチャー触ってみるとこんな感じですね。見ての通りかなりとろみが強いです。相当強いです。ちょっとこれだけトロトロしてると指に取りにくいかなってところもありますけどね。ジェルほどのみずみずしさはなく、ある程度硬いというか質感のあるようなテクスチャーではあるんですが、とろっと滑らかな感じです。指に取ってからは手のひらでも広げやすいですし、扱いやすさは抜群ですね。よくあるハードグリースみたいな力を入れながら手のひらで伸ばしていくような感じは全くないです。そして香りはですね、グリーンティーを基調とした爽やかな香りみたいな感じで書いてあったんですけど、グリーンティーってまあ緑茶ですよね。まあこうやって嗅いでみるとね、確かに緑茶っぽいんですけど、本物の日本茶みたいな、なんかこう苦味とか渋みのあるような匂いではなく、まあ爽やか系の匂いかなと思いますね。なかなか珍しい香りかなと思いますね。これもね、最初香った時にこれ何の匂いだろうなって思ったんですけど、まあ説明にグリーンティーの香り、緑茶の香りって書いてあって、まあなるほどなというかね、なんか緑茶から渋みとか苦味を取り除いて、甘さと爽やかさをプラスしたみたいなね、そんな匂いになってると思います。でまあこんな感じのパッケージですけどね、よくよく嗅げばちょっと和を感じるような匂いかなと思いますね。でこれ髪につけるとですね、香りの強さもまあほんのり出ますね。ほんのり自分でもちょっとわかるかなくらいの強さは出ますかね。このチャンネルでまあ僕ちょっとでも匂い出るとビジネスシーンじゃ厳しいですかねみたいな感じで言ってるんですけど、結構ですね、皆さんからいやその匂いはビジネスシーンでも意外といけますよみたいなねコメントもいただいたりするんですけど、これもそんな感じでですね、まあお仕事によってはアウトだし、お仕事によっては別に OK っていうくらいのまあ微妙な強さかなと思います。まあ、間違ってもすごい強烈な感じではないんでね、まあ使いにくくはないと思いますね。はい、続いて髪につけてみたいと思います。とろっと滑らかなテクスチャーなので馴染みはもちろんいいんですけど、でも髪につけるとちょっと質感を感じてくるかなというか、髪の毛スーッとさらっとみずみずしくなるっていうよりは、まあごわつきはしないんですけど、形なんかも作りやすくなるような、そんな髪の毛に強さが出てくるかなっていう
感じがしますかね。ただ説得力はですね、すごい強いなって感じでもないですね。もちろんしっかりしてるんですけど、このチャンネルでよく紹介してるバーバー系の硬いテクスチャーのグリースなんかに比べると、やっぱりもうちょっとソフトな感じです。今回いつものようにコームとしてセットしてますが、まあこちらもいろんなスタイルにセットできる万能系グリースかなと思いますね。冒頭にも言った通り、少し髪の毛長めの方、それも癖っ毛だったりパーマだったりの方にもすごくいいんじゃないかなと思います。とろっと滑らかな伸びの良さがあるんでね、すごく使いやすいと思いますね。そしてツヤも結構強めに出ますかね。公式にはコクのあるツヤ髪が出るみたいな表現がされてましたが、確かにそんな感じですよね。ウェット感、髪の毛が濡れてる感というよりは、確かに上品なツヤ髪みたいな見た目になりますね。そして時間が経ってもこのコクツヤ髪は持続しますね。結構一日中こんな感じです。ホールド感なんですけど、こちらはですね、時間が経ってもまあ乾いてくる感は多少あるんですけど、パリッと固まるような感じの使用感ではないですね。割とずっとつけた直後のベタつき感が続くかなと思います、まあ、そこまで重たくはないんですけど、軽い仕上がりではないですね。そしてホールド力とか維持力もまあタイトにまとめることができるしっかりとした強さはあるんですけど、まあ強力ではないですかね。がっちり押さえて強力キープするっていうよりは、ある程度しなやかさを残したようなセットが好きな方にいいと思います。なので再三言ってる通り、少し長さのあるパーマスタイルの方とかにもすごくいいと思います。髪の毛ちょっと傷んだりしててもこれをつけるとこの通りコクのある健康的なツヤ髪になりますしね。そして洗い落としはこちら水溶性のスタイリング剤になるので非常に簡単良好になってます。はい、ということでチャンネル初登場のジオのグリースハードタイプの方のレビューになりましたが、このパッケージもテクスチャーもね、なかなか面白い製品でしたよね。こちらも今までレビューしてきた中のどれとも似てないような感じでね、とろっとした滑らかなテクスチャーで、髪につけるとコクのあるツヤ感が出るっていうね、まあ、あとはなんといってもこの謎のとか言っちゃいけないですけど、取り外し式の容器ですね、こんなにたくさん入ってるように見えて中身はこれだけっていうね、まあ80ミリリットルってことでね、結構少なめですよね。これレビューしてる途中で思いついたんですけど、これ緑茶の香りってことで、これがなんか湯飲みみたいなね、そんなイメージなんですかね。まあそんなわけないか。はい、ぜひなんかね、これの有効な使い方を思い浮かんだ方はコメントくださいね。はい、こんな感じで今回はこちらジオヘアグリースハード9番のレビューをしてみました。このチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またコメントからレビューしてほしいスタイリング剤のリクエストも随時お待ちしております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。